はいい、えー、どうも里中チャンネルでございます、えー、今回はですね、ちょっとあまりいいお話ではないです。でもね、このいいお話ではないことを、まあ、ちょっと動画にするのはね、ちょっと気が引けるところもあるんだけれども、ただね、今回の件に関しては、ちょっとね、僕も思うところがあったもんで、まあ、それをですね、まあ、ちょっといろんなご意見とかあるかと思うんですが、あのー、今回はね、ちょっと思い切って動画にあのしたいと思います。はい それはですね、何かと言いますと、もうね、あのテレビで報道されている通りですね、まあ皆さんもね、ご存知の方、多いかと思いますけどもね、あの歌手の牧原紀之さんですね、えー、っと、本日2月13日にえ、覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されたということでね、今ちょっとテレビににぎわわしてますけども、えー、まだねあの、詳しい情報がね、まあ上がってきてないんでね、あのーまあ、今回の動画ではですね、 えーまあ、これまでの牧原紀之さんの経緯とかね、でまあ、そこから見えてきたこととか、えーまあ、僕が個人的にね、あのそれで思ったこととか、まあ、このあたりをですね、えー、動画にしていこうかなというふうに思います。はいえー、牧原紀之さんね、もうマッキーといえばもう知らない方はあまいらっしゃらないと思いますけれどもね、まあ、歌手でありますし、でご自身で、ねまあ、曲も作られているんで、 まあ特に有名なとこで言えばね、まあ、スマップにも提供しました、あの世界で一つだけの花ね。<laughs> あこれがもう200万枚ですよ。え、ま、ら、あ、いことですよ、ね、200万枚もこの今時ね、売れて。まあすごいヒット作になったし、まあマッキーでも、マッキーもスマップにとっても、まあ代表曲になったというものですけれどもね。で、もうそれだけじゃないですよね。もう本当いろんな曲、まあ、たくさんあの作られて、たくさんヒットを飛ばしている槙原紀之さんなんですけども、 だからね、あのー、まあ、これだけ立場のある人が、なんで覚醒剤やっちゃうのって、皆さんも不思議に思いませんかちょっと特に一般の方だったらね、まあうん、なんて言うんだろう、なんでわざわざさ、高いお金払って、リスクの高いその覚醒剤、特にまあ中毒性もあるしね、そんなのやっちゃうのかなって不思議に思うんですけれども、ただ、ちょっと、おまあ、槙原さんと僕は全然違うんだけど、ただ少し、 ちょっとねわかるなっていうところはねあの僕なんかもまあ動画を作ってる配信者でねでやっぱり何て言うかな普通の会社員の方と違って、まあ、YouTuber っていうのはやっぱり自分自身で物事を作り出さなきゃいけないわけですよ、まあ、会社だったらその会社から仕事を与えられて、まあ、それをやっていくというふうにやればいいんだけども僕らはその仕事を作って で、それをやっていくという。も仕事も考えなきゃいけないんですよね。で、そうするとですね。あのアイデアが詰まることっていうのもね。よくあるんですよで。 えーまあ、楽しいことばっかりじゃないしねいろんなやっぱりこう嫌なこともありますそうするとやっぱりこうストレスになってね、えーまあ、こう酒飲んでねあも,うも,ういいいやもうそれで忘れちゃおうとかねもう酒にできたりすることって、まあ、あるわけですよでその,、まあ、その動画作りのアイディアとかっていうのはやっぱりすげえモチベーション高くないとねあのできないですからあのもうテンション上げたりするにはもうこう脳内の自然ドーパミンでねあの気分を高めるというふうなことを やっていかなきゃいけないってなったんだけども、ひょっとしてね、マッキーはこれができないんじゃないのかなと思って、その自分自身の力で、その、なんていうかな、モチベーションを高めるということが、ちょっとね、苦手なのかなと思うんだよね。で、プレッシャーはね、僕ら YouTuber ですらあります。で、あの、なんていうかな。 最初も言った通り、もう会社員と違ってもう自力で突き進んでいかなきゃいけないし、本当にいつこの状態が終わ,る終わりをつけるのかっていうのはね、あの、何も保証がないわけですよ。全部自分次第っていうところで、あ寝言で裏らされることもあります本当ね、自分よく寝てるときに YouTube の,の寝言をね、よく言うって言われますね、家族にもね。うん、だからそれぐらい、やっぱりこう、もちろんね、楽しいは楽しいんですよ。楽しく YouTube をやってんだけど、まあこういうの、 なんていうか自己表現をやったりとか何か物事を作ってたりとかっていうのはあるんだけれどもまあやっぱりねうんまあプレッシャーというのはね、まあ、少なからずあると思いますななそうあのましてやねあ,のああいう有名なクリエイターにとってはもっともっといろんな企業とかもね絡みがあるから相当ねあのきついと思うんですよねでもまあ好きな曲あの歌っていう自分の好きなもの で生きていかなきゃいけないっていうところの何て言うのかな板挟みじゃないんだけども好きなことはやってんだけどもうんやっぱりそのかかる期待とか重圧とかねこれやんなきゃいけないあれやんなきゃいけないあれを乗り越えなきゃいけないっていうプレッシャーっていうのはもう僕らこういうねもう弱小 YouTuber のレベルとはちょっとあの全然違うと思うんですよねなので僕はこのなんだろうこのアルギニン EX って書いてねこれは食品ですからねこういうまあ粒の あの、これ、サプリメントっていうことかなはい、もう、こういうのを使ってね、あのもう集中力を高めたりとかね。はい、あともう、ちょっとこれ、お見せできないんだけども、あの、こういうやつね、こういうやつね。これが、画面に見せたらダメなんだって。はい、どうもなんか、グレーらしくてね、YouTube ではちょっと。あ、でもこれ、あの合法の食品ですからね、普通に Amazon で売ってる、あの、えー、っと、ものなんだけどもね。はい。 あのまあよかったらツイッターとかやってますのでそちらから見ればこれあの何かわかりますあそちらではね出しておりますんでねはいはい、まあ、そんな感じでそのなんとかこうえー、っと何て言うかなあの、まあ、簡単にね違法なものに手を染めるんじゃなくてねちゃんと何て言うのかな うんとまあ、国としてちゃんとこう法律で認められているこう自然の食品とかね、まあ、こういう,ていうのサプリメントとかでね、まあ、それでこう、まあ、集中力を高めるっていうふうにもやっていかなきゃいけないんだけど、やっぱね、なんといってもお金あるからね、お金あるから簡単にそういうところに手を染めるっていうところがさ、うん、あるかなっていうのもちょっと、うん、ありますね。まあ、うちは ね、そんなお金がないから、覚醒剤買ったりすることすらできない。まあもちろん、それだけじゃないけどね、やらない理由は、まあ、やっぱりその、なんていうんかな、あの中毒性もあるし、あとはもう社会的にさ、あのー、やっていけないっていうのがあるじゃんね。特に、今も一発アウトでしょ特に芸能界っていうのは、まああとノリピーしかり、あとマーシーしかり、あとはまあ,あの清原しかりね、もう覚醒剤で一旦捕まると、今の世の中、もう、 あ復帰もう無理ですよやっぱスポンサーとかあるしね、えー。そんなね、マッキーなんだけども、実はもうこれ2度目なんだよね。ひょっとしたら知らない人いるかなあの、マッキー、いつはね、以前、えっ、ー、とね、1999年の8月に一度ね、覚醒剤で捕まってんですよ。これは今回2度目なんですよね。初めてっていうわけではなくて、だからその、ちょっとね、ただ思うのは、 なななんで芸能界干されなかかっったのかなっていうところですよねあのこれまではいろんな人が一発でこうもう芸能界にこうテレビからね姿を消しているのにマッキーだけはなぜこうやってあの出ていられるのかなっていうのはちょっとまあ不思議じゃない こうやって、まあ、あのヒット曲も、覚醒剤で捕まった後にそのヒット曲を出したっていうのがあったんだよね。うんまあ、あの時代はね、まあ、オーラかだっていうところもあったかもしれんけども、ちょっとね、あの芸能界不思議だなっていうのとね、ああのうん、なんでおされないのかが不思議だなって思ったことと、あとはね、覚醒剤ってやめられないってことですよ。そこがやっぱ怖いところ。 あのなんかこうマッキーなんかほらもう人間的にもさなんかいい人そうでさ、うん、あのなんかあの人が覚醒剤やるとかってちょっと思えないけどでもなかなかやめれないっていうことですよ。それだけ覚醒剤っつうのは恐ろしい。仕事も失うし一旦やっちゃうともうずっとねあの覚醒剤やりたいやりたいってこう。 もう,こう常に頭の中で考えてんだって、もうその状態で、僕の場合だったら、もう毎日毎日酒飲みたい、酒飲みたい、酒飲みたいと思ってるのに飲めないっていうこの辛さ、これを味わうっていうのはちょっとやっぱ耐えられないよね。まあ人間として相当辛い十字架を背負うことになるわけでね。だからもうこの動画ご覧の皆さん、まあやる人はいないと思うんだけどね、もう絶対にこういうのに手出しちゃダメですからね。もう自分の人生を 失っちゃいますもう僕みたいに月10万円生活 YouTuber にとってはね、もうこんなことをやるってことは、まあ、ありえないね。お金はかかるわ、働けなくなるわ、信頼は失うわ、とてもじゃないけど、この10万円生活を維持できないっていうね、あのところで、あの、少しちょっと皆さんもね、まあ、これきっかけにちょっと、あの、立ち止まって、 えー、考えてててもららうきっっっかけにになったらなたたと思ってねあの動画にししみました、はいまあ、こういった、ね、ネタはちょっとうちのメインチャンネルではあんまりやらないんだけどあの僕の方はねあのセカンドチャンネルもありましてサトチュンチャンネル2、えー、この辺りは本当、ね、僕の,あの普段思ってることを好き勝手にあの動画にしてまして、まあ、今回のようなね えー、お話なんかも、あの、時々あの取り上げておりますので、まあ、こういった話にね、あの興味のある方は、まあ、そちらのでねあの、チャンネル登録していただけますと幸いでございます。まあ、動画説明欄の方にリンク貼っときますのでね、あのよろしければまたあのご覧になってください。はい。えー、というわけでね、今回の動画はですね、はい、えー、牧原紀之さんが覚醒剤容疑で逮捕されたよという動画でございました。 えまた次の動画でお会いしましょう。